村本選手、リード選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。シーズンの本当に最後の演技、今日はどんな気持ちで滑りましたか？そうですね、本当にスケートを楽しむっていう心を持って滑りました。リード選手、今日の演技はどうでしたか？演技良かったです。嬉しいです。チーム日本は金メダルも獲得して、今大会2人にとってはどんな大会になりましたか？そうですね、本当にこの大会はもう私たちにとってもうプラスになることばかりで、もう来シーズンに向けていいスタートを切れたなと思うので、本当にもう今からすごい楽しみにしています。その来シーズンというのはどんな演技をしていきたい思いがあります？そうですね、来シーズンはまた新たなチャレンジがいっぱい待っているんですけど、先シーズンから進化した今のカナトクリス、さらに進化したカナトクリスをまた世界に見せつけたいなと思うので頑張りたいと思います。クリス選手も次のシーズンはどんなシーズンにしますか？はい、この目標はオリンピックスポットを頑張ります。それから興奮します。村本選手もその来年もオリンピックがある大事なシーズンですね。はい、そうですね、まずは9月にある選考会に向けて本当に頭が今あるので、オリンピックは絶対に枠を取るっていう気持ちであるので、本当にまたオフを少し取ってから頑張りたいと思います。次のシーズンも楽しみにしています。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。